Welcome to シルビーチャンネル。どうもシルビーです。本日開封を行っていくのはこちら、ロジクール G シリーズの G240 ゲーミングマウスパッドです。そうです、ゲーミングマウスパッド。ロジクールはですね、これ以外にですね、もう一種類、これはソフトタイプと言われて布製の柔らかいモデルになります。それとは別にハードタイプと言われる G440 というのがあります。まあ実はですね、今回そちらもあるんです、後々他の動画でお伝えしようと思うんですけど、 G440 ちょっと大きいんでね、あります。で、何があるかというと、例によってですね、マウスパッドの性能比較、開封レビューから性能比較までやろうかなと思っております。そう、やはりね、普段私はこのクックですね、スティールシリーズ、まあ、大きさが小さめなので非常に私の机の環境に合っているという感じなんですけども、合ってるんで使ってるんですけども、との性能比較ですね、具体的にどのぐらいの差が出るのかというのをお伝えいければなと思います。それでは箱から見ていきましょう。一貫した感覚でプレイヤーのパフォーマンスを向上する表面素材、激しいアクションでもパッドを安定させる1ミリラバーベース、低 DPI でのマウスコントロール精度を向上する適度な表面摩擦、ロジクール G ゲーミングマウスのセンサーに最適化された表面加工。おお、私はロジクールの今 G602 を使っているので、どうでしょうかね、どのぐらい相性がいいのか、楽しみですね、大きさ幅340mm、 34cm、 センチで言いますけども 34cm、 奥行き、28cm、 本体重量 90g で、厚さは 1mm、結構大きめですね。横34なので結構大きいと思います。で、マウスパッドなんですけども、3年間無償保証、ロジクール系は大体が3年ですね。 G シリーズ素晴らしいと思います。ここは、これどうやって開けるんだろう。そんなわけで、これどっちから開けるんだと思いますかね。ちょっとあれ、これどっちでしょうね。どっちだと思いますかね。とりあえず上側でいきましょうか。本体をね、傷つけないようにしよう。あ、これが取れました。はい、そうです。なので、今回は G440 は出ないんですけれども、別の動画で G440 もやります。同じ日に計測しようと思いますので、よかったらそれもですね、参考になればなと思います。はい、こんな感じでなっております。中に丸まって入っているという感じでしょうか。で、下側になんか触ってみてくださいっていう素材がね、書いてる。ここの底面がマウスパッドの素材が貼ってあります。なんで、ちょっと触ってみて雰囲気を、テントでもね、もし見ることがあったら、あ、どんなもんなんだろうって触ることできますんで、よかったら触ってみてください。ちょっと出しづらいですね。大きいからかな。はい、これもうここの中何も入っておりません。はい、なんか紙が1枚こういう形であって、これくん保証書ですね。あ、違う、製品保証となんか保証書が入ってました。ちゃんと保証書が入ってました。説明書とかは特にないのかな。はい、これ意外と大きいんですけど大きいな。想定していたより大きいのでカメラが合わないぞ。どうしようかな。大きいですね。はい、G。意外と大きい。かなり大きい印象です。まあ、さっき言ったように34センチある、奥行き28の34あるので、ここを見たとき、ね、二回りぐらい大きいですね。クックよりね、クックミニですけども、二回りぐらい大きいでしょうか。三回り、かなりね、1.5 倍ぐらいですからね。縦横ともに 1.5 倍ぐらいある。クックミニをもし持たれてる方はこれより 1.5 倍ぐらいですね、全体に大きいよという印象を覚えていただければと思います。はい、レンジですね、ものすごい薄いです。1ミリなので、今ペロンって感じです。ペロンって、こんな薄いのみたいな。で、後ろはなんか滑り止め仕様
ですね。薄すぎじゃねっていう気はしてるんですけれども、もうすごく薄いですね。で、表は熱処理繊維で、裏は天然ゴムということらしいです。薄い。ものすごい薄い。で、結構サラサラしてますね。かなりサラサラしてる感じ。クックミニは、そんなにね、サラサラっていうより、ちょっとザラついてる感じなんですけど、かなりサラサラですね。2600人置いてみますけども、そう、すごくサラサラヘアですね。ヘアじゃないけど。はい。あとはね、まあ、非常にそう手触りはいい感じ。これが、どのぐらいのもんなのかをですね、お見せできればなと思います。スピリは、ゾイよりは滑らない感じなんでしょうか。ちょっとなんと見えないですけども、これはちょっと数値で見てみましょう。それでは G600 で、このですね、クックミニとの性能比較をやってみようと思います。はい、比較してみました。左側が G240、 右側がクックミニ、で、ロジクルの G602 ですね。今回 DPI を普段、昔から使っていた1150というのにちょっと高めに設定してやりました。で、結論を言うとですね、もうほとんど誤差ですね。誤差の範囲、ほぼ一緒でした。まあ、10回やってこれだけ数値が2回追うっていうのはもうほとんど差がないと言っても過言ではないのかなという感じですね。まあ、私の完全な印象なんですけども、まず大きな数値に差が出るのはやっぱりマウスはかなり差が出ます。まあ、それの次に、ケーブル、ホルダーとかですね。ホルダー、まあ自作ホルダーちょっと以前やったんですけども、まあホルダーをありなし。で、この回の場合はワイヤレスですから、それはなし、置いておいて、それとは別に最後にマウスパッドが来るのかなという感じですね。もちろんね、変わってきますよ。だいぶ変わってくるものはあるんですけれども、その、マウスを変えた時ぐらいに大きな差はないかなというのが正直なところです。はい。そう。本当にこんなに2回折るんだ、みたいな感じですね。で、かつ今回プレイスタイルは1150という DPI 高めだったので、高めというか普段よりちょっと高かったので、非常にですね、早めにしてみました。エイミングを少し早めにして、滑りがどの程度かっていう部分を見てですね、やってみたんですけれども、やっぱり結構いきますね。まあ、この G602 っていうのはケーブルがないので、上の方にですね、非常にいきますし、遠くもですね、比較的合わせやすい。で、100を超えるスコアが結構連発して出たって感じですね。で、80、左側のロジクルの G688 は、かなりですね、遠距離ばっか出たパターンですね。80台が出た場合は、ちょっとの特性として、ランダムなので、やっぱある程度ブレるんです。だから10回取ってたり、5回以上取ったりするんですけれども、まあ、この88っていうのと、右側のスティックの89っていうのは、それが遠距離攻撃ですね。遠距離みたいになった時は、やっぱ若干下がるかなという感じでしたね。やっぱ遠けば遠いほど、その分ですね、移動距離とかもあるので、滑るとはいえども、止める作業、動かす止めるっていうのをやらなきゃいけないので、ちょっとその分ですね、タイムロスが出て、ちょっと低くなったって感じですね。逆に、そういうのが割と近くとか、扱いする分であると106とか、まあこの前出たのが110とかですね、結構高い数値が出てきます。まあなので、クックミニも G は、じゃあ買う側の視点となってどうするかっていう感じの話なんですけど、あとは値段と大きさの差ですね。どっちともソフトタイプといって布製です。で、右側のクックミニはちっちゃめ。で、G240 は大きめ。で、クックミニも、クックってのがあるんですよ。もう本当に G240 と同じぐらいの大きさのが。何種類かクックミニってついてるんですから、クックミニ、クックマスとか、クックヘビーとかですね、クックっていうのいろいろ種類があるんですね。なんで、大きさでこの二つを比較して買おうと思った時に比較するんだったら、大きさですね。クックとほとんど同等の値段なので240は、大きさで見るとね。だからほぼ同じものだと思って、あとは、まあ、ほとんどですね、買いやすい、どっちを買うかっていうのは、まあ、あとは好みの問題ですね。クックと G240 はほぼ同性能、私の環境ではほぼ同性能であったという感じです。布製なので。これで、この後に、G240 ですね、ハードパッドがあるので、じゃあそれと、次回はクックミニなんですけども、を比較したとき、じゃあ、ソフトとハードはだいぶ変わってくるので、布製か、板ですね。か、どう違うのかっていうの部分で、お伝えできればなと
思います。今回はそんなわけで、非常に、大接戦でしたね。ロジクールとスティールシリーズ。まあ、若干の差で、ロジクールに軍配が上がってますけれども、もう 0.1 差ですから、まあ、ほとんど同じだと思っていただいて結構です。だから選ぶ際は、大きさと価格。クックミニだったら1100円ぐらい。ロジクールの G240 だったら1400円。まあ、これはあくまでもこれを取ってる時の値段なんで上下はしますけれども、だいたいそんくらい。300円の差ですね。で、クックも大きいサイズになると、同じぐらいの値段になるので、まあ、あとは大きさで選ぶっていう感じになると思います。私はちょっと大きさの関係でクックミニをやってたんですけども、まあ、同じね、性能だったら、240もありなのかなと感じている所存です。それではですね、今回はこの辺で終わろうと思います。なんで次回は440をお伝えすることになると思うんで、楽しみにしてください。それではですね、こんな感じでゲーム実況からゲーミングデバイスレビュー結構たくさんやってます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。また次回お会いしましょう。